ダートトラックレースは車両による競技の位置形態として未舗装の周回路上で行われるレースである。ダートトラックレースに使用されるオーバルトラック自動車競技におけるダートトラックレースは平坦なダートのオーバルトラックで行われる。アメリカでは第一次世界大戦以前から行われ、1920年代から1930年代にかけて広く普及した。 アメリカ西部や北東部ではオープンホイール車両が主流で南部ではストックカーが主流となっているオープンホイール車両は競技専用として作られた車両が用いられる一方ストックカーは専用として製作されたもののほか、行動用の市販車を改造したものもありその改造の程度は様々であるダートトラックレースはアメリカにおける自動車競技では唯一 最も普及した形式のレースである。アメリカ全土には多数の地方サーキットがあり、その数は1500にも及ぶとも言われる。この競技はオーストラリアやカナダでも普及している。また、多くの車両はシーズン中はアスファルト舗装の短距離サーキットでのレースも行っている。スウェーデンのスモーランド地方、ベステルビークでのスピードウェイレースヨーロッパやアメリカの クサレースから発展したオートバイ競技であるトラックレーシングの位置形態として土屋砂砂,砂利のコースを走行する競技が開催されているトラックは半円と直線2本で形成されるオーバルタイプで左回りに周回する半円のコーナー区間にバンクがあるコースとないコースとがあるコースの距離は統一されておらずサーキット上により異なりスピードウェイや フラットトラックでは屋内にコースを設置することもある。競技車両はレース形態によって異なり、昔からヤワなどのメーカーが専用の車体が製作しているスピードウェイ向けのものと、もう一つは、ホンダ FT やホンダ FTR などのフラットトラック向けに開発されたものとに分かれる。さらに現在はレースによっては、オフロード車を改造した車両も用いられている。なおフラットトラックにおいては、 レース専用のタイヤが製品化されていて、左方向への周回に適したブロックパターンのものが使用される場合もある。原則としてフロントブレーキを装着することが禁止されている。世界選手権も各形態ごとに開催されており、スピードウェイではスピードウェイグランプリやワールドカップなどがフラットトラックでは国際モーターサイクリズム連盟や 全米モーターサイクル協会などが主催するレースが行われている。コーナー区間では走行速度を保ちながら旋回するため、後輪を意図的に横滑りさせる走法が常用される。ライダーは鉄製のスリッパーを左足に装着して、左足を地面に擦りながら車体をコントロールする。舗装路で行われるロードレースにおいてもスライドコントロール技術が応用できるため、 ダートトラックからの転校者が成功を収めており、ロードレース世界選手権では1980年代以降、ケニー・ロバーツらアメリカのフラットトラック出身ライダーが一時代を築いた。オートバイでは類似した競技形式で土や砂利などのいわゆるダートではなく、固く整地された芝生のコースで行うグラストラックや雪氷炉をコースとしたアイスレースも行われる。上野では、 1903年頃にはすでにエンジン付け自転車によるダートトラックレース形態のことが行われていたとも見られている。1910年、東京上野公園で完了博覧会が開かれた際に、死のバを周回するダートコースでオートバイによるレースが行われた。その後も玉川スピードウェイなどで盛んにレースが行われていたが、戦後は舗装路によるレースが定着していったことから、 次第に衰退した。初期のオートレースでは、ダートトラックで、レースが行われることが大半であり、このため現在使用されている競争者も、ダートトラックレーサーの構造を受け継いでいる。しかし、転倒が多く死傷事故も稀ではなかったことから、1968年までに、すべてのオートレース場が、舗装路となった。1997年に開設された、ツインリンクモテギには、 ダートトラックのレースコースが設置され、クラス別に分かれてレースが行われていたが、2012年5月にダートトラックの営業が終了したためレースも終了となった。2014年9月現在、走行可能なダートトラックのコースは、オフロードビレッジ、群馬モーターパーク、オートパーク区は、稲部モータースポーツランド、テジャスランチである。 自転車競技における類似した競技種目として屋外の整地したダートにショートトラックを設置して行うサイクルスピードウェイがある。ありがとうございます。